MLB 大谷翔平さん、優しさが限界突破スルー。20234月15日、エンゼルスの大谷翔平投手が走者として紳士的な振る舞いを見せた。二塁に進塁する際にスライディングをしたところ、相手選手に砂がかかった。これに気づいた大谷が、相手ズボンの砂を拭う。思わず相手選手も笑顔になるなどほっこりした一幕があった。このシーンを見たアベマの視聴者は、大谷、そこも掃除するのか、ええやつ、谷さん優し、クールや、可愛いな、割とお世話好き、本当にプレイじゃないところでも好印象よな、男たらし大谷と和んだ様子だった。丸太小屋で待ってる。おうまい。大谷って普通のサラリーマンでも確実に成功してたよな、器が違う。おい？がっつりよ。大丈夫なのしょぼーん。アメリカでも人気あるな。さりげないとことがかっけーす。こりゃさすがに普通の行動すぎる。そっち系だったか。言われてみれば大谷くんはそれっぽい顔だわ。よく気がつくよな。そしてやたらと苛立たない辛抱強さというか、ファンとも見てるレンドンの真似してニヤニヤしてたり、どっちか言うと畜生成分の方が高い。これは見てて笑った。そこまでしなくても、まあ女にうつつを抜かすよりは男と仲良しな方が健全だな。